こんにちは、主婦レシピです。今回は炊飯器でできるカオマンガイのレシピのご紹介です。タレも混ぜ合わせるだけで簡単にできますので、ぜひお試しください。材料の一覧です。鶏もも肉とお米とニンニク、生姜と調味料です。タレは後ほどご紹介します。お米を洗って30分水につけておき、ザルで水気を切っておきます。炊飯器のお釜にお米と調味料とニンニク、生姜を入れ準備していきます。お酒大さじ2、ナンプラー小さじ2、中華だし小さじ2、ニンニクのすりおろし小さじ1、生姜のすりおろし小さじ1。ニンニクや生姜はチューブのもので代用していただいても大丈夫です。2合の目盛りまでの水を注いでいきます。鶏もも肉の下処理をしていきます。余分な油を切り取っていき、塩コショウを振っていきます。お肉の下処理の詳しい説明は料理の基本という動画で詳しく解説しておりますので、ぜひ概要欄をチェックしてみてください。続いて炊飯器のお米の上に鶏肉を入れて、普通炊飯で1回炊いていきます。タレの準備をしていきます。ニンニクのすりおろし小さじ1、生姜のすりおろし小さじ1、味噌大さじ2、スイートチリソース大さじ1、砂糖大さじ1/2、ごま油大さじ1/2を混ぜていきます。混ぜ合わせたらタレの出来上がりです。炊飯している間に付け合わせのトマトとレタスを準備しておいてください。炊飯が終わったら鶏肉を切って盛り付けていきます。今回のレシピのポイントは、ご飯を炊くときに調味料を加えるので、先に調味料を加えてから水を加え、水加減が合わせて2合になるように調整することです。お米の炊飯に影響するので、具材はお米の上に乗せて混ぜないようにして炊くのもポイントです。続いてアレンジ方法のご紹介です。タレはスイートチリソースとナンプラーを混ぜ合わせたものもおすすめです。今回のタレに長ネギのみじん切りなどを加えても美味しくいただけます。炊飯の時に長ネギの青い部分を乗せて炊くと肉の臭み消しになるので、長ネギがあればお試しください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。ぜひ次回の動画でお会いしましょう。